はい、それでは私が作りました Excel のマッチング処理、1対 N のマッチング処理の、ご説明をさせていただきます。ぜひダウンロードして使っていただけると嬉しいです。はい、この動画は 1.5 倍速ぐらいで再生されることを推奨いたします。はい、では、マッチング処理、片方向参照についてご説明させていただきたいと思います。これは、二つのシート、A ファイルと B ファイル、これを指定したキー列で比較しまして、B 列の内容を一致、不一致に振り分けるといった形で処理を行います。で、A ファイルのシートは、このような形で、商品コードを商品名という形で登録された商品コードのキー重複がないデータとなっております。同じく B ファイル、こちらは商品コードがありますが、ここはキーの重複がいくつかあります。で、数量、金額、仕入れ元という形でデータが入っております。はい。で、この A ファイルの2列目、商品コード。B ファイルの1列目。これを比較して、マッチング処理を行います。で、まずは最初に、キーの値の抽出はなしでやってみたいと思います。で、これでマッチング処理というボタンを押しますと、シートが2つできまして、マッチング B ファイル、オンリー B ファイルという形で、2つのシートに B ファイルの内容が振り分けられております。この内容をキーでマッチングして、A ファイルに含まれていた場合は、マッチの方に出力されております。で、ない場合は、オンリー B ファイルの方に出力されております。これで振り分けが完了しております。で、続きまして、オプション手順としまして、マッチ B ファイルに A ファイルの指定列の値を取り出したいときの手順を示します。で、A ファイルの商品名 C、3番目、左から3番目の列の値を取り出したいときには、この値抽出区分、これをありに設定しまして、で、3、左から3列目。こうすることで、マッチングしたときに値を取り込むことができます。ではやってみましょう。マッチング処理ボタンを押します。そうすると、先ほどと同じように2つシートが出来上がってますけれども、それの一番左の列、A 列に、A ファイルから抽出した値ということで、花の名前が、商品名、花の名前が抽出されております。はい。わかりますかね？と、A の0350。A の0350。ここから桜という形で、C 列の値を取り込むことができております。はい。B 列の、B ファイルの内容に、A ファイルの C 列、商品名を取り込んで一覧として作り上げております。はい。
以上がマッチング処理の説明となります。はい、では続きまして、別なサンプルデータを使ってキーレスのクリーニング処理を行う形でやってみたいと思います。はい、では2つのファイルありまして、マスターファイル側、これをコピーし A ファイル、マスターファイル側に貼り付けます。はい、同様に明細データ、明細データの中身をコピーしまして B ファイルに貼り付けます。で、この黄色くしている部分にアスタリスクとかクエスチョンマークといったワイルドカードが含まれております。で、A ファイルにもアスタリスクとクエスチョンマークが含まれております。で、これをこのまま処理してしまうと誤動作する可能性が高いので、そうですね。これは、キー列を残しておきたいので、一旦一番左に、一番左側に、補正データクリーニングするためのエリアを作ります。同じように B ファイルについても補正、これで A ファイルと B ファイルに一番左側の列にキーを補正するためのクリーニングするための列を追加しました。これで A ファイルと B ファイルともに一番左なので一番目の列という形にしまして、キーのクリーニング処理というものを実施します。はい、では行います。そうすると、アスタリスクや、ハテナ、クエスチョンマークをアンダーバーという形に置き換えを強制的に実施しております。で、実際のキーだったものは、こちらに、保存されてますので、この内容で A 列の一番左の列、A 列同士でマッチングをかけることによって、クリーニングされたデータを使ってのマッチングをすることが可能となります。ではやってみます。よいしょ。はい。これで、A ファイルとマッチングをかけた B ファイル、マッチ B ファイルの方に2つとも入ってきておりますね。はい。はい、続きまして、今度はキーが2つ存在するものについてマッチングをかけてみたいと思います。では、キーがコード1、コード2、こちらもコード1、コード2という形で作られているファイル、これをマッチングかけてみたいと思います。こちらが A ファイル。A ファイル。あ、ちょっとコミが入っちゃった。それから B ファイル。
B ファイル。はい。この二つのファイルなんですが、コード1、コード2となっておりますので、それぞれキーを連結したものを作り出してやろうと思います。はい。では、ここに連結と記載しまして、コード1、アンド、アンダーバー、アンド、これでいいかな。これで、よいしょ。よいしょ。コード1とコード2を連結させたキーを生成します。よいしょ。はい。で、B ファイルも同様に、よいしょ。連結。アンド、アンダーバー、アンド、はい、これをコピーして、はい、これで、コード1とコード2を連結したキーをそれぞれ作り出しました。で、このままだと、誤動作すると嫌なので、一旦コピーしまして、値にしてしまいましょう。値、1、2、3ってやつを選んで、値として貼り付けて、これで連結キーが出来上がります。同じように B ファイルについても、あれ ?B ファイルについても、一旦コピーして、123を選びます。はい。これでキー列が出来上がりました。ちょっと結果ファイルは削除しておきましょう。で、一番左の列をマッチングかけて処理します。マッチング処理を行いますと、マッチ B ファイルに連結した値で、ファイルができてます。Only B ファイルにはマッチングしなかったものが含まれております。これで、キーを連結すれば、キーの数が何個あっても、5個とか6個あったとしても、マッチングすることができるようになりますので、お試しください。で、これは同様に、E 列の値を取り込むことも同じようにできますので、で、値取り込みありにしまして、左から5番目っていうことで、マッチングし直すと、桜、タンポポといった A ファイルから抽出した値が取り込まれて、表示されることになります。はい。この動画を気に入っていただけましたら、チャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。大事なことなので、もう一度言いますが、チャンネル登録とグッドボタン、いいねボタン、これをお願いいたします。